みんなと一緒にいられるのもあと1週間です。みんな今まで仲良くしてくれてありがとう。やっぱちょっと寂しいか。私、高橋君のこと好きかも。みんななんか冷たいんだよな。まさきちゃんいなくなるからさ、寂しいのよ。そんなんじゃない。本当好きだな、あやみのこと。お前はどうなんだよ。どういう意味だ。そういう意味だ。アリサのこと好きになってよ。嘘つき。引っ越しってさ、今まで普通に目の前にあったものがさ、急になくなっちゃうんだよね。友達も好きだった人も。日本でやり残してることは一つだけかな。青空の行方。秋になったらあなたはいない。